はい。どうした？何してんすか？忘年会の練習だよ。タンクトップを脱がさないでだよ。今年はこれでいこうかなと思ったら。頑張ってください。ところで何なんだい今日マナ。今回のテーマこちらです。ドン。さとちゃんってどんな子なの？はい、視聴者の方からさとちゃんについてもっと知りたいとか、さと、うん、ちゃんってどんな子なんですかみたいな、もうさとちゃんに関する依頼が結構いっぱい来てまして。俺のあのツイッターにもさとちゃん超可愛いとか、さとちゃん超いい子とか殺到しとるわな。さとちゃん人気にちょっと乗っかってみようかな。宮田さと子調べ。あ、いいですね。やっちゃうか。ということで今回は視聴者の皆さんの熱いリクエストに答え、宮田さと子調べ。皆さんからの質問をもとに、さとちゃんがどんな子なのか徹底調査。現代社会に潜む闇、そこは地に毛量ひしめく謎の世界。覗いてみたいけど自分ではちょっと。そんな時はこの男。うわー、武井壮調べ。誰もやらなきゃ俺がやる。そして2日後、何にも知らないさとちゃん登場。おはようございます。おはようございます。武井さんも？いや、今日はさとちゃんのロケです。あ、そうなんですか？一人？そうです。あ、今回は特別編で、はい、宮田さと子調べです。ありがとうございます。皆様、さと子ほっせ。あ、武井さんいないんだ今日。はい、で早速ですが、はい、一人ぼっちのロケで不安そうなさとちゃんに、早速視聴者さんからのお便りを。いつも番組楽しく拝見してます。さとちゃんに質問です。私はいつも優柔不断で彼氏に怒られるんですが、さとちゃんは思い切りがいい方ですか？思い切りか、私割とっていうか思い切り多分いいです。めちゃめちゃ。マジで？洋服を買う時とかもほぼ悩まないです。洋服買うのも悩まない。じゃあちょっと今日は早速確かめに行きましょう。はい、わかりました。乗ってください。乗ってください。え、何やるんですか？行けば分かります。なんか今日ざっくりすぎて不安しかないんですけど、台本今日来なくて、ロケスケジュールだけ来て、スタッフ一同と遊ぼうみたいな、どこに連れて行かれるかとかも何にも書いてなくて、じゃあ武井さんいないとちょっとすっごい不安だな。うん、俺いないと不安定か。ちょっとでもすねかき出した。ポリポリしてるの取らないでよ。そして目的地に到着。ここどこですか？ここですか？2時間くらい車走りましたよね。ここは茨城県です。あ、茨城県？茨城、茨城県にこんなところがあるんだ。太田市。何するんですか？目的地はあそこです。ん？何だあれ？あれはですね、はい、高さ100メートルの日本一のバンジージャンプです。おお、え、無理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 ですよ。あ、飛びましたね。うわ、結構いや無理だよ、無理でしょ。うわうわうわ、マジで行くんだ。ビヨーンみたいな感じで。ビヨーンじゃなくて。そう、
さとちゃんがやってきたのは高さ日本一のバンジージャンプがある龍神大吊り橋。バンジーの高さは水面からなんと100メートル。思い切りの良さを確かめるにはぴったりってことで、さとちゃん早速スタンバイ。武井さんがいなくてもちゃんと飛べるのかしら。そして準備完了。いざバンジー台へ。ちょっと無理かもしれない。うわ、怖っ。これ飛べたら一皮むけるかな。小心者なんですよ、ビビリで。それがちょっと自信になるといいなとも思ったりもします。前向きなコメントしとるな。ビビリの自分を変えたい、いつになくやる気のさとちゃん。うわ、怖っ。え、なにこれ、怖っ。超怖い、下が怖い。うわ、お願いします。怖い。ここまではなんとか降りてきたものの、想像を超える恐怖に早くもくじけ気味のさとちゃん。さとこ泣きそうだよ。まあでも仕方ないよ、高さ100メートルって半端ないもんね。うちのスタッフなんてご覧の通り。しかしこの集体がさとちゃんに思わぬ力を。なんか嬉しいですね、あんな怖いのについてきてくれて。おなんかいける気がしてきた。マジで仲間に勇気をもらい、さとちゃん気合十分。頑張る。そしてこの後ついにさとちゃん初バンジー。3、2、1、バンジー。下見ないでいく。マジで。いよいよさとちゃんの番。待って待ってね、待ってね、待ってくださいね。バンジーってここに立ってからが怖いんだよね。さとちゃん本当に飛べんのかな、なんてスタッフみんな思ってたら。頑張る。はい、 OK、 Looks goodHere we go, in, go, 4, 3, 2, 1, バンジー。うわ、3, 2, 1, バンジー。うわ、さとちゃん見事、高さ100メートル日本一のバンジージャンプ成功。でまず最初の宮田さとこ調べ。さとちゃんは腹をくくると本当に思い切りが良かった。いや楽しかった。やってみたらできたっていうことあるんですね。なんか挑戦して良かったです。私あと皆さんこれ一回やってみるといろいろ向けると思います。そして数日後、またもスタッフに呼び出されたさとちゃん。早速今回も視聴者さんからのお便りを。はじめまして、こんばんは。さとちゃんに質問です。相撲の稽古をしてましたが、どれくらい強くなったんですか。ペンネーム我慢汁之助。我慢汁之助読んだね。某以前どうしても番組に出たいと女性モデルさんから売り込みがあった際。ダメだよそういうのやってない。相撲しましょう。相撲いつやるんですかって。そういうこと鍛えてくる。アシスタントの座を死守すべく相撲の猛特訓を決意したさとちゃん。あの頃はくっそ弱かったけど、あれから強くなったのかしら。え、何するんですか。嫌な予感しかしないんですけど。さとちゃんがやってきたのは代々木上原。さあここ、はい、また本格的なところを借りましたね。じゃあ降りてみます。はい、ここの地下です。地下か。こんにちは。あれちょっと
っと待って、はい、おめっちゃアップしてる子いる。本日の対戦相手めっちゃ気合い。番組にどうしても出たいって売り込みに来てくれた方がいるって言ってた。あの子知ってる友達。そう、このガチなトレーニングをしている彼女が本日の相撲のお相手。以前番組に熱烈ラブコールを送ってくれた三原ゆうきちゃん。あ、ちょっと待って、私知ってるやつ、友達なんですけど。マジで一緒に出たかった。なんとさとちゃんとはプライベートでもお友達。いろいろ事情は複雑みたい。めっちゃガチじゃん。やるさん、はい、お疲れ。はい、久しぶり、元気？はい、さとちゃん久しぶり。久しぶり、何やってんの？いや、もう好きな番組に呼んでもらえて本当嬉しくて、ちょっとウォーミングアップしといた。じゃあさとちゃんも着替えます。あ、ちょ、一応着替えていいですか？ちょっと用意した。何これ、大丈夫？誰のこれ、毛玉とかついてるけど。じゃあちょっと練習してるね。え、もうちょっと待ってて、すぐ来るから。分かった、待ってる。何にもしないで待ってて。はい。さあ、大一番を前に、はい、かわいい。どうですか今の気持ち。これはちょっと萌えじゃない、視聴者の皆さん。絶対負けられないです。武井さんの留守中にアシスタント交代みたいになっちゃったら、ちょっと合わせる顔がないんで。で、応援してくれてる皆さんもいるので、やーとか言って練習してるじゃん。気合入ってます。めっちゃ気合入ってんじゃん。いや、でも絶対負けない、絶対負けない。それじゃあ、さとちゃん相撲、時間いっぱい待ったなし。見合って見合って、吐けよーい、残った。頑張れさとこ、頑張れ。ジム行ったんやろ。おお、頑張ってる。おお、投げ打った。すげえ、大一番。まあまあな大一番やな。ガチ泣きやん。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、見事勝利した、はい、三原さん、どうですか今の気持ち。もう大好きな番組でこう一緒にさとちんと共演できることがあればなと思って、だから今日はもう夢が叶って本当嬉しいです。別にさとちゃんを潰してアシスタントの座を奪い取ってやろうとかそういうのじゃ全然ないんですか？え、違います、違います。え、そういう感じですか？いや、なんかさとちゃんがそういう感じで言ってるけど。え、違うよ。私前からさとちゃんとお友達だったんですけど、この番組でなんかすごい頑張ってるから、すごい私も元気もらってて。そうやったの、私てっきりアシスタント交代だった。違うよ。実はこの番組でさとちゃんから元気をもらっていたというゆうきちゃん、その尊敬できる友達との共演を目指してこの番組に出ることを目標にしてくれてたんだって。誤解が解けて一段と深まった2人の友情。これにはうちのスタッフたちも心を動かされたみたい。それにしても武井さんの留守中に不甲斐ないところを見せるわけにはいかないと頑張ったさとちゃん。勝負には負けたけど、ちょっとは強くなってたのかな。神棚に向かって、へい。ありがとうございました。なんでだよ。そして数日後、深夜。さあ、私もちょっとね、さとちゃんについてこう一つチェックしておきたいことがあると。やってきましたのはこちら、肺病院でございます。そう、最後の宮田さとこ調べは百獣の王プレゼンツ。テーマはズバリ、さとちゃんの番組愛。
の作戦はこんな感じ。武井さんと一緒に肝試しロケをすると思ってやってきた里ちゃんに、武井さんが急遽トラブルで来られなくなったと説明。里ちゃん一人ででも行ってもらわないと番組がピンチだと頼み込むスタッフ。番組愛があれば引き受けてくれるはずだけど、里ちゃんの決断やいかに。そして何にも知らずに里ちゃん登場。実はですね、はい、ちょっと武井さんが前のお仕事の関係で、はい、ちょっとまだ来れてなくて間に合わないっていうことで。そうなんですか。早速作戦通り、肝試しには里ちゃん一人で行ってほしいと頼み込むスタッフ。なぜ今日里ちゃんに行ってもらわないと本当にオンエア的にやばいんです。そうですよね、いつも結構ギリギリですもんね。番組のピンチと聞き悩む里ちゃん、果たして里ちゃんの決断は。さあ準備も完了しましたし、ちょっと今回は一人ですが頑張ってください。なんかあと助けに来てくださいね。なんでそこはっきり返事しないんですか。この後里ちゃん番組愛が問われる肝試し。番組のピンチを救うため一人で肝試しに行くことを決意した里ちゃん。3階まで上がってもらい、病室の奥のろうそくに火をつけてきてもらいます。ただし途中には武井さんが仕掛けたいたずらがいっぱい。里ちゃん、お邪魔します。頑張って。負けました宮田里子。館内にありました。めっちゃ静か。真っ暗な肺病院の中を番組のために勇気を振り絞って進む里ちゃん。今里ちゃんが2階の方に階段を上ってまいりました。もうやだ。里ちゃんを待ち受けるのはこの花瓶、絶対引っかかるようにピアノ線付きなんです。宮田里子引っかかる。泣いてる、多分泣いてます。そして里ちゃんはお片付けをしています。ワイヤーで仕掛けてありました。自分を怖がらせた花瓶を今テーブルに戻し、本当嫌ないたずら。もう一度誰かが落としてはいけないと下に置き直すという心配り。心から素敵な子です。素敵な心配りを見せてくれた里ちゃん、勇気を出して3階へ。明るくないじゃん。しかし続いて待ち受けるのは骸骨さん。里ちゃんの運命やいかに。期待通りのリアクションいただきましたけど、ここまでなんだかんだで頑張ってきた里ちゃん、ついにゴールの病室に到着。あった、あれ。そしてろうそくに点火。着きました。里ちゃん見事ミッションクリア。とそこへ、武井さん登場。里ちゃん、武井さん、ハロー。なんでよ。お疲れ様でございます。え、仕事じゃなかったんですか。これが仕事です。嘘でしょ、なんかもうひどい。ひどい。いやでもひどいよ。里ちゃんが、まあ、一人で番組を切り抜けられるのかと試してみたくてですね、ドッキリ仕掛けちゃいました。本当にやだこれ。宮田里子調べいかがでしたか。
なんかちょっと武井さんすごいなって思いました。だって私だと間が持たなくて、なんか面白いリアクションとかもできないし、もっと芯を強く生きていこうと思いました。なんだかんだ言っても番組を守るため勇気を出して見事肝試しをやり遂げてくれたさとちゃん。さとちゃんの番組愛はしっかりと伝わったよ。ありがとう。ちょっといろいろありましたけど、はい、もう一つさとちゃんに仕掛けを用意しております。え、何ですか？それではどうぞ。ハッピーバースデーさとちゃん、ハッピーバースデーさとちゃん、ハッピーバースデーリアさとちゃん。今日9月12日がさとちゃん26歳の誕生日。武井さんの粋な計らいでラストはみんなでハッピーバースデー。喜んでいただけましたか？本当にありがとうございます。今日でねこの番組20回目と。あ、もうそうなるんです。なります。そしてあと2回、うん、で、まあ、この番組はおしまいになってしまうということで、嘘でしょ。いや、9月で終わりだから。嘘、聞いてない。最初からの予定通り9月で終わりとなりますんで、まあその前にね里子調べをぜひやってほしいと。そういうオファーが。聞いてない。え、言ってたよな東。はい、もともとそうって聞いてます。私これからも頑張りますって言おうと思ったのに今。マジでエビちゃんも知ってたよ。いいよ。てわけで武井壮調べシーズン1最終回まであと2回。そんな中次週はネギでパワーは取れるのか。ネギでパワーを取ってやる。勝ってない試練に挑む百獣の王のためにあの心の友達が応援に集結。おい宮内兄弟じゃねえかよ。おーじゃあ行くぞ。おっさん4人が力を合わせネギで生み出す奇跡のドラマ。